ワイパーラジオ。ワイパーラジオ始まります。ワイパーラジオです。この番組はミリタリーショップワイパーの1週間分のニュースをお送りする番組です。YouTube、ポッドキャストから視聴可能となっております。はい。はい。こんばんはということで、今回は金曜日じゃありませんね。そうです。金曜日ではなく土曜日かなか日曜日、どちらかですね、夜にお送りしていると思います。はい。ということはですね、はい、金曜日の動画をご覧いただいた後のそうですそうですラジオになってますね、これは。はい。なるほど。でさらに、土曜日夜8時から、その金曜日の動画でですね告知している通り、スペシャル感謝祭セールということで2週連続企画ということのことで、実物のセールをですね現在開催中ということです。第1弾が解禁されたということで、はい、動画をご覧いただいた方がおそらくこのラジオを聞いている方多いでしょう。そうですね。なんでまあちょっとそれもあると思うので、おそらくこのラジオ日曜日に投稿してるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、そういうことか。じゃあすでにご覧いただいてご購入いただいたお客様ももう多数いらっしゃると信じてお話を進めていきましょう。はい、はい、まあ、来週のランキングは楽しみですね。はい、そうですね、はい、入っててほしい、むしろ独占してほしい、はい、ベスト5をちょうど5つでしょう。そうです。ですよね、はい、皆さんご検討ください、はい、あちなみにですね、その金曜日の動画まだ見てない方に簡単にご説明させていただくと、はい、年末の感謝祭ということで、米軍だったりヨーロッパの各国の人気のアイテムをですねスペシャルプライスで、まあ、以前フリースで大特価のセール品販売したかと思うんですけど、まあ、それに続く第3弾ということで、まあ、そういった年末の企画っていうのを開催しております。はい、はい、ユニクロだけじゃございません。そうですね、感謝祭、はい、ワイパーも勝手にユニクロと同じ感謝祭をしておりますので、はいはい、なのでまだ実際あのサイトチェックしてない方はですねぜひこの機会にサイトの方チェックしてみてください。はい、はいはい、ということでいつものコーナー参りたいと思います、はいはい、ワイパーの1週間分の売上ランキングを発表するコーナーです。題しましてワイパーウィークリーランキング。ということで、ワイパーの1週間分の売り上げの人気トップ5をご紹介するコーナーです、はい、ということで、早速行ってみたいと思います。はい、いいですか。はい、ナンバー5、第5位、実物新品デッドストック米軍米海兵隊ニューバランス製の USMCPT ランニングジャケットがランクインしております。はい、来ました、はい、初登場。そうですね、はい、あのこれに関しては、米軍のアイテムが大量海外入荷した時の動画でご紹介したかと思うんですけど、はい、ニューバランス製でかつ袋入りタグ付きの、まあ、デッドストックなかなか珍しいと思うんですけど、まあ、USMC のですねトレーニングセットアップのトップスがランクインしております。これ動画をご覧いただいた時にもう500が入ってると言いましたね、うん、確か。でこれちょっと中村がもう残念だったのは、中村サイズをちょっと期待してたんですけど、これなんとトップスワンサイズ、そうあのロングショートですねそうなんです、ちょっと大きめの丈短め、まあ、着れないサイズではないですけどね、うん、まあ、これはある意味なんか今時 の古着のトラックジャケットとかそれっぽいノリで着れるんじゃないかなと、はい、ゴールデンサイズだからまあ良かったですけど、うん、まさかあんだけ入ってきてサイズにこんな偏りがあるとはちょっと違う意味でのサプライズが、はい、でこれだってパンツもですね、そうこのパンツは圏外になりましたけど、これパンツ10位でしたっけ。そうパンツは10位にランクインしていました。パンツに関してはXL のレギュラー、そうですね、 XL サイズなんで。そうですよね、まあ、パンツはダボッと履けばそのサイズでも、まあ、比較的履ける方は多いんじゃないかなと思います、はい、だからまあ高身長か、まあ、ダボッと履きたい人にはいい、うん、ただこれ一つ朗報がありまして、実はお店に、もう超限定ですけどスモールロング、ミディアムロング、ラージロング、ニューバランス社製のものは各1本ずつ実店舗限定で置いてます、はい、かつコントラクターがニューバランスじゃないものに関してはスモールショート、スモールレギュラー、ミディアムレギュラー、ミディアムロングあります。そうそう、あのユーズドとかが結構まだサイズは選べたかな、はい、いやけどさっき伝えたのは Z だよ全部。あ本当ですか、はい、だからそれ混ざってたんですか、まあ、レングス短いのが欲しいっていう方で、かつ別にニューバランスじゃなくても欲しいっていう方はお問い合わせいただければ、あの店舗の在庫確認しますし、はい、あの販売できますのでぜひ。まあ、ぶっちゃけあの生産のメーカーが違うだけで見た目に関しては全く一緒になってますので、全く一緒ですよ、はい、まあ、タグにニューバランスのロゴがついてるかついてないかの違いだと思います、はいはい、ということで第5位は、実物新品デッドストックの USMCPT、PT ランニングジャケットメイドイン USA、こちらがランクインしております。はい、はい、では続いて第4位、ナンバー4、
第4位、実物ユーズドベルギー軍の M88 フィールドオーバーパンツがランクインしております。はい、来ました。何回目だ、これは、いや、これはですね、あ、2回目だったかな、2回目、はい、リーチになっております。はい、はい、はい、あの再入荷した分ですかね、ちょっと前に、はい、いやけどこうすごいですね、この時期にこれが、うん、夏場にはすげえ最適っていう結構セールストックで自分は使ってましたけど、はい、何かのおかげもあるんでしょうけど、うん、まあ、このオーバーパンツということで結構ダボっとしたズトンとしたシルエットなんですけど、あの他の国でいうと M47 とかそれこそ中村さんも愛用しているオランダのダブルフェイスとかに近いようなドカンとしたルーズなシルエットが人気のパンツです。リアルに今週ちょうど店舗で接客して若い子が初めての軍パンなんですけどみたいな、はい、めったに買わないからっつって、うん、何がいいですかっつっていろいろお話して履いてもらった結果これを選びました。おこれは、まあ、まあ、うん、そのほらザ・オリーブの太いカーゴパンツ、はい、まあ、片方のカーゴとはいえと、はい、でかつ金額がお手頃だから、うん、多分良かったんだと。はい、まあ、これですね、オーバーパンツということで、はい、ポケットに関しては貫通式になっているんですけど、はい、まあ、ただですねそれでも、まあ、例えば中に、ショートパンツを合わせてみたりとか、まあ、はたまった自分でお直しをする方とかもいたりとかするぐらい、まあ、通常のパンツとしても人気のアイテムになってます。中村はバギーを履きます、こういう時。あ、中にショーツを履いて対応する。ちょうどバギーぐらいだったら別にトランクスと同じ感覚になってるからポケットをそのまま突っ込むし。なるほど、はい、はいはい、ということで第4位はベルギー軍の M88 フィールドオーバーパンツがランクインしております。はい、では続いて第3位。はい、ナンバースリー、第3位、おこちら、3回目のランクインということで殿堂入りを果たしました。はい、はい、実物ユーズドオーストリア軍の、アルパインゴアテックスフィールドパーカーがランクインしております。はい、来ました。はい、まあ、これも、まあ、ネイジャパさんをきっかけに再浮上してきたアイテムですね。いやボブさん、タクト君、元気してますか？もうおかげさまで、はい、あの動画以来、まあ、皆様を忘れることができないぐらいその店舗で立ってると、はい、ネイジャパの動画見ましたよとか、ネイジャパの動画見てこの商品を買いに来ましたみたいな、その場面にシーンに中村常にいるので、うん、本当忘れられない。いいですね。そう、これあの、まあ、以前うちの方でも、はい、あの紹介動画、はい、お送りしたんですけど、やっぱりですね、あの、まあ、ネイチャバーさんきっかけでその動画にたどり着く方も多いみたいで、まあ、そちらのコメント欄とかででもですね、再入荷しませんかっていうような問い合わせを多く受けているんですけど、まあ、ちょっと残念ながら今のところすぐすぐの再入荷っていうのは今のところ未定となっております。これはね、お店の売上ランキングでも多分1位か2位です、実店舗で。確かに、まあ、このジャケットは試着される方とか購入される方が多いです。 ありがたいですけど、まあ、結構在庫を置いてましたけどやっぱり買われてる方多いですか？8892の12がなくなったでしょ。で次34も大体34が動いてるんで、うん、けど一番厚い在庫数だったんですよ、そこのサイズが。けどもうどん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 減ってってます。びっくりしてます、うん、本当に。そうですね、自分でも、まあ、これあのサイズ表記の見方としてはその最初の数字が、まあ、いわゆる身幅で、はい、1、2とか3、4とか書いてるのが、はい、丈なんで、はい、まあ、1、2がショート、はい、3、4がはい、ミディアム、でまあ5、6がロング丈みたいな感じかな。だから今お伝えしたその8892の34の人は多分160から175ぐらいの人とかが着るには最適だと思いますよ、はい、だからめっちゃいいサイズなんです、うん、そうなんでこれ、夏に結構まとまって再入荷して以来だったんで、はい、まあ、また時期が来ればですね再入荷するかもしれないので、諦めずにぜひ再入荷通知をご登録ください。はい、はい、ということで続いてはですね、こちらはですね続いて第2位といきたいとこなんですけど、殿堂入りとして、デッドストックのエクワックスのジェン3ポーラーテックフリースジャケットのホリッチが、ランクインしております。あら、もう最近今週ちょっと常連さんだらけじゃないですか。そうですね。ちなみにこれちょうど今日あの再入荷で、はいはい、メール来てたと思うんですけど、確かまたデッドストックが今回90枚ぐらい、入ってます。あ、大きいサイズだね。はい、なんであのデッドストックもですね、あの、まあ、やっぱりユーズドが、まあ、特価ですごい売れちゃったんですけど、それに続いて新品の方を求める方も多くなっているんで、まあ、再入荷もですねサイズが合う方はぜひご検討ください。うん、LR と XL のサイズがご希望の方はまだまだ在庫あるんでぜひご検討ください。はい、では続いて第2位お願いします。はい、ナンバー2、第2位、実物ユーズド米軍 US ネイビーエクワックスジェン2の NW パーカーのフリースライナージャケット、こちらがランクインしております。これ 2回目ですね。
もう常連しかいないじゃないですか、はい、ちょっと、まあ、いつも見てる方からすると、はい、もうおなじみすぎて少し退屈に感じるかもしれませんが、こちらはですね、あのいわゆるジェンツのブラックのフリースに近い、はい、米軍の海軍、米海軍のゴアテックスパーカーに装着するフリースジャケットです、はい。これはもうよりライナーに特化しているので何回も言うんですけど、うん、無駄なディテールが省かれてるから、まあ、さらっと薄く、まあ、着やすさ重視で言うと間違いなくこれ、うん、そうですね、まあ、あのマイクロフリースで、まあ、ジェン2の通常のものが結構肉厚なのに対してこちらは若干薄くなっております、はい。まあ、それでもこのジェン3に比べると、まあ、同じぐらいか、まあ、もうちょっと厚みあるかなといった感じです。これは実はですねポーラーテックじゃないんですよ。なんで、はい、ただまあ同じようなマイクロフリースにはなっているので、はい、まあ、別にあのこれだからといってすごい性能が劣っているわけでもなく、まあ通常のフリースと考えてもらえれば大丈夫だと思います。はい、はいはい、こちら人気のアイテムです。はい、はい、ではですね続いては、あ、またまた殿堂入りアイテムが入っております。1位の前にですねこちらご紹介します、はい、こちらはまあもう分かってると思いますが、米軍エクワックスの、ジェン3ポーラーテックフリースのコヨーテカラー、こちらが殿堂入りで第2位、実質第2位にランクしております。いやもうフリース祭りですね。フリースだらけですね、まあ、こうなるだろうとは思ったけどまさかここまでとはっていう感じ。いやー米軍恐るべし、うん、はい、強いですね。はい、ただまあこれを変えるべく仕掛けましたから、まあもうね、まあ、そうですね、そうですね、まあ、今年になってこのフリースだいぶ浸透してくれた感じはしますけどね、うん、まあ、ただこの目だ今回の目玉の商品で、はい、ここのフリースに一矢報いるユーロミリタリーの優雅、はい、あるはず。来週は期待したい。そうですね、はい、はい、ぜひお願いします、はいはい。ということでじゃあ今週の第1位発表お願いします。はい、今週の栄えある第1位はナンバーワン、第1位、実物新品オランダ軍のトレーニングジャケット、なんとこちら第1位に返り咲いております。よし、はい、返り咲いてじゃないな、ただ、まあ、あの前回もランクインしていたアイテムです。かっこよ、はい、さすが、はい、拓人君さすがじゃないですか。そうです、まあ、これちょうど前回もお伝えしたんですけど、あの再入荷があったおかげっていうのはありますね、はい、そうなんです。サイズが今全サイズ選べます、はい、どころか1個増えた、確か新サイズも増えた、あ、でですね、そう、4、5、9、10と4サイズ今入っております、はい。まあ、ちょっといやけどこの時期にこのライトなアウターが入るのはすごいですよ。まあ、薄手のジャケットなんで今時期だとちょっと1枚で着るには寒いかなといったとこなんですけど、まあ、それでもやっぱりこの新品でかつこのプライスっていうのはなかなか美味しいんじゃないかな。いやもうすごいですもんね、ゴールデンプライスどころじゃない、びっくりするような金額ですよこれ。あの本店のレビューとかでもこの金額でいいのかなって思うほどですみたいな、うん、これはいい感じ。なんかパッと見その一重に見えるけど、これ一重じゃないですからね、しかもね。そう、裏地にポリコットの裏地がついてるので、まあ、なんていうのかな、あのコーチジャケットとかそんなような感じの、はい、生地感になってます。だから意外としっかりしてるんですよ、うん、これ最初俺あの福岡の人にしか分かんないかもしれないですけど、かき小屋に行った時に着るジャケットシャカシャカジャンパーみたいな、わかりますかね、はい、いや福岡だけじゃないでしょかき小屋って。かき小屋行った時にね、はい、灰がつかないように着るジャケットあるんですよ絶対。なるほど、あの蛍光色のね、はい、あんぐらいの質感かなと思って見たら、いやいやもう失礼しました、しっかりしてます、はい、二重で、そうそうそう、ディテールも意外と首元のスタンダードが高くてですね、うん、そう、形もねいいんですよね、これ、はい、だから本当にやっぱコスパがすごいいいです、うん、はい、ということで今週の第1位はオランダ軍のトレーニングジャケットでした。はい、よかった、はい、1位がオランダ軍で、イエス、中村的にはもう嬉しいし納得しました、はい、ちょっともう常連ばっかりだったからね、さすがに。そうなんで、まあ、来週はですねランキングが様変わりしてくれることを祈ります。いや絶対目玉でお伝えしたこの5点がもう理想はベスト5独占だよね。ああ確かに、確かにそうです ね、はい、そこはやっぱなあの自分たちの力での見せ所するのは、うん、はい、ちょっとドキドキするな来週のランキングそうですね、めちゃめちゃドキドキする、はい、まあ、来週になるのかな、まあ、ただ厳密にはそのそうそう1週間なんで、そうラグがあるともしかしたら、あ、そうか、うん、そうだ、はい、残念、はい、まあ、ということで、まあ、はい、まあ、来週もまたぜひ楽しみにしていてください、はい、はい、ということで続いてのコーナー参りたいと思います、はい、視聴者からのお便りご紹介のコーナー、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということでですね、ありがとうございます、はい、では、はい、まあ、これまたまた、お便りたくさんいただいているんで、その中からですね気になった内容をご紹介していきたいと思います、はい、では一つちょうどこれタイムリーな話、はい、ステッカーが水に濡れて剥がれてしまいました、コストが許すなら次は耐水性でお願いしますと、はいはい、タイムリー、これはなぜタイムリーかと言いますと、お伝えしました、初回版
初回入荷分がもうほぼほぼなくなりました。はい、で前回ちょっと先日追加をかけました。あのただごめんなさい、同じものの そうなんですこれはですね、はい、分かりますよ、あの立派なあのちょっと売り物にもなってそうなステッカーでしょ。耐水性とか、そう、ね、外光にも強いとか、はいはい、そうそうありますよね。これもあくまでもその上等なステッカーではないので、いや これでも言わせてください。これ、はい、実はこの人自腹で作ってますからね。そうです。いやいや、1回目はもうどうしても作りたくて自腹で作りました。けどやっぱかなりの好評いただいて、もう認知もいったので、もちろんボスに、はい、1回目は勝手に自腹で作ったんで、はい、もう2回目はちゃんと実は勝手に作ったんですけど、こんだけ好評いただいて、はい、これね、お店でステッカーありますかって言って、ありますよって言ったらめちゃくちゃ喜んでくれるんですよ、はい、大の大人の皆様が。あのステッカーで、はい、めちゃくちゃ嬉しくて、はい、だからやっぱなくすわけにはいかないなと思って継続をお願いしました。そして継続からはボス、まあ、会社のちゃんと経費でやってます、はい、あ、よかったよかった。その時に言えば方、はい、確かにちょっとクオリティアップで、そう、はい、これがちょうどもう 2,3 日早ければついこの間の出来事だったんですよ、はい、まあ、ちょっとこのクオリティは変わらずですけど、まあ、補充されるんでですね。そうです、だからぜひ、はい、あの店舗にお越しの皆様とネットでご購入いただいたお客様、はい、かつ来年は変えようかなと思ってます。そのあデザイン、例えば分かりやすく言えば色を変えるとか、あ、もしくは物を変えちゃう。あ、なるほど。今考えてるのはボールペンとか、うん、まあ、グッズ、より皆様が日常使いしてもらえる何かを作りたいなと思ってます、うん、なるほど、はい、だから楽しみに、はい、あ、そうだ、ちなみにあのよくあの購入される方でステッカー希望の方いると思うんですけど、あの備考欄にですねワイパーラジオって書いてるんですけど、 あくまでもカタカナでお願いします。ワイパーラジオで、あのアルファベットで書いてる方とかはですね、あのうちの方でフィルターかけるときにちょっと拾えなくなっちゃったりとかするような不具合があるので、くれぐれもカタカナでお願いします、はい、これをステッカーが水に濡れてダメになってしまいましたっていう皆様、あのもう一度書いていただければもう一度送ります。別に一人一枚とか限ってない、はい、1回限りじゃないんで、はい、何回でも何回でも、はい、で特に店舗にお越しのお客様は別にご購入いただいてなくてもお声かけいただいて聞いてますよって言ってくれれば、もうそれはもう喜んでお渡しさせていただきますから、名刺代わりみたいな、はい、そうですよ、はい、全然言ってくださいね、はい、で、まあ、特等席はこうやって携帯だからごめんなさい、水に濡れてダメになったっていうのはそっか、こうクリアーケースだったらいいんですよ、こう携帯の水に濡れないから。まあけどここはもう特等席ですからね。いやこちらの方車に貼ってますから、あ、そっかそっか、そう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 、まあ、日も当たるし水にも濡れるしで、車とかもさらに特等席だ、いやすごいありがたいんですけど、ちょっとクオリティが見合ってなくて申し訳ないです。車のやつはあれですよ、めちゃくちゃいいやつじゃないとダメですよね、はい、そうそうそうです、はい、まあ、なんか、まあ、次機会があればちょっとクオリティアップしたいですね、はい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 、ハローミリタリー、ハローミリって略してますこの人はい、はい、年末年始に何か目玉商品の販売はありますか。なるほど、これはだからタイムラグがありましたね。ああ、そう、まあ、一応、はい、まあ、今回年末の大感謝祭ということで、はい、はい、企画をしております、はい、だからこのリクエストにお答えするためにもう事前に仕込んで、うん、告知が終わってる段階で初日2日目かラジオをお届けしてるのがなので、はい、今たった今開催中です、はい、ただまあこの方おそらく年末年始って言われてるので、もう本当その大晦日か、あの、はい、お正月とかそういったところじゃないですかね。なるほどね、まあ、今のところ第2弾まで12月の第2週までは決めてます、うん、さらにの年末年始か、うん、そか、まあ、なんか福袋とか初売りみたいなね、なるほど、そうか、それは考えないとですね、うん、ではですね、続いて、あ、これはどうでしょう、ユーロミリタリーで黒パンおすすめありますか。あー、ユーロの黒ね、まあ、これはねちょっとネタバレしてしまうかもしれないですけど、今やっぱり仕込んでます。お、大好きなオランダ軍のあのパンツを、大きいサイズがデッドで残ってるあのパンツを黒に染めて乾燥かければ縮まってより履けるサイズになるんじゃないかな、かつあの重厚感のあるパンツが真っ黒になった時の存在感は半端ないんじゃないかなと思って、はい、はい、ほとんど答え言ったようなもんですけど、はい、お楽しみに、はい、なるほど、はい、まあ、それであればですね、ちょっと実物ミリタリーではないんですけど、はい、あの先週もちょっとお話ししたあのオランダのエプロンポケットパンツ、あ、これ も、まあ、もう最初から先染めの黒なので、あのこれも色あせにくく、まあ、長く黒いパンツを履けるんじゃないかなと思います。はい、
これに関してはちょっとどうしてもお伝えしたいことが、はい、この間ラジオで中村買いたいと思ってますし、買ったお客様その洗ったらどうなったとか教えてくださいねって言ったじゃないですか、うん、はい、そしたら今週なんとですよ、中村店舗で接客したお客様が買ってくれて、その方もう何回かお話しさせていただいている方が買ってって、ついこの間もう早速洗ってレビューをくれました。あ、そっか、YouTube の動画にも前回のラジオの、はい、投稿でコメントされてたんで、くれぐれも言ったんですよ、絶対1回洗ってくださいって、用水するから、はい、絶対に他のものと一緒に洗わないでくださいって洗ってくれて、そしたらその縮みまで全部測ってくれて、あ、約大体トータルでどこも2センチ縮んで、うん、色落ちはそれからはなくなりました、うんうん、でそんなに激しく色落ちがするかなと思ってたんです、ちょっと、はい、こんだけ強く出てる、うんうん、そしたら全然その黒の深みは変わらずに、はい、ただ色移りしなくなっただけで全然問題ないです。あ、良かったですね、素晴らしいレポートをいただきましたので、はい、中村も安心をして買おうと思ったらですよ、はい、50のサイズが完売になったんです、ね、あら、あ、やっぱこう小さいサイズからどんどん人気になってる感じですね。そうなんです、本当につい今日か昨日の出来事かな、うん、50が欠品になっちゃったっていう、この、はい、そのお客さんも50を買っていただいたんですけどね、まあ、自分と同じぐらい の身長だったんで、はい、残念ですね、残念、はい、まあ、ただ、洗えば多少の縮みが出ることと、はい、まあ、一度洗えば、まあ、おそらくあれ多分表面に浮き上がった染料が色移りしてると思うので、まあ、それを一回ウォッシングで落とすっていうような感じでしてもらえれば、まあ、色移りとかもほぼほぼないというような。54買おうかな、はい、諦めがつかなくなる、あれめちゃくちゃデザインがあるんですよ。そうですね、なんか作りたいなと思うから、あれをちゃんとだからダブルに、うん、そうね、いいかもね、はい、うん、そうなんでちょっと実物見たりではないんですけど、まあ、最初から黒のパンツってなかなか珍しいと思うので、こちらご質問いただいた方はですね、オランダのエプロンパンツぜひチェックしてみてください、はい、そして新作の先ほどお伝えした寸止めの情報のものも期待してください、はい、はい、続いて、そうだな、いや、これボイシー面白かったです、はい、ありがとうございます。ボイシー先週のラジオ、こちらも、自分の方で告知させていただいたんですけど、まあ、ちょっと個人活動ということで、はい、ボイシーという要は音声の SNS のサービス、はい、アプリで、サラリーマンの独り言、アパレルサラリーマンの独り言っていうチャンネルで、はい、ボイシーでラジオを配信しております。あれけど俺も初めての1回目聞いたけど、もうすごいさらっとした自己紹介のやつ、いや、その後に、はい、2本目上げてて、多分この配信、この投稿が、ある頃にはさらに3回目も配信してると思います。あ、俺じゃあ2回目聞いてな、まあ、ぜひお暇なら。2回目は何？ですね、とりあえずちょっとですね、洋服の歴史、第二次世界大戦以降のストリートカルチャーとか、それに伴うファッションの変遷っていうのを、まあ、ちょっと連載形式で、お話をしているので、まあ、ぜひですね10分ぐらいで全部1エピソード話してますので、もし興味があればながら聞きでもいいんで聞いてみてください。だからか、いや俺そのまだ1回しか投稿されてないと思って、1回目はもう本当その口程度だったから、ははは、これで面白いって言ってるから、はい、そんな褒めすぎだぞと思ったそういうことね、そうです、2回目を聞いての感想なのか、そうなんです、失礼しました、はい、そういうことか、そうそう、まあ、なんでちょっとミリタリー要素は薄いかもしれないんですけど、ファッション全般のことを話していってるので、なるほど、はい、他、はい、これ同じ方がついちゃうんですけど、はい、2人が一番好きな鴨柄は何ですか。これはね、鴨柄か、はい、何ですか。そうだな、僕はやっぱりウッドランドですかね。そうなんです、これは中村もウッドランドなんです、はい、うん、っていうかまあ一番ウッドランド持ってますしね、やっぱなんだろうな、はい、その初めて見たミリタリーの洋服とか、うん、そのね、手に触れてきたのがウッドランドだし、まあそうですね、まあ迷彩といえばっていうとこですか ね、やっぱウッドランド落ち着く、はい、うん、ジェネワンもそうですし、はい、6号カーゴもそうですし、なんだろうな、やっぱ迷彩といえばウッドランドなんです、うん、そうなんです、だから2人ともウッドランドになりました、まあ、まあひねりのないちょっとコメントであれなんですけど、ね、まあ、ただ周りだねとかいろいろあるのは分かりますけどね、うん、はい、まあ、でも他のって言われても結構僕は米軍とかが好きかもですね、まあ、米軍イギリスとかかな、 DPM かもか、はい、とかがまあ好きですね、フランス CC、うん、ジブソー、オランダも、オランダのカモンもちょっと特徴だね、うん、そうだからウッドランドですよ、やっぱ原点、
初心忘れるべからずというか忘れることできてないべからずじゃなくて、ね、はい、逆に皆さんのお好きな迷彩柄あればぜひコメントください。はい、はい、では続いて、はい、ワイパーインクの商品に特化した YouTube 配信見たい、個人的に MA1 とかブラックのレベル7名作と思う、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、配信、まあ、結構いろんなやつを一気に集めてそれぞれ解説していくっていうのは、まあ、機会があればちょっとしてみたいなと思ってます。っていうのも、一応こちら、これですね、実はあの先週も、撮影していた新しい動画スタジオなんですけど、まあ、ちょっと実は壁が場所によって変わってるんで、今回はちょっとこういうちょっとコンクリ風なんですけど、ここですね、一応あのライブ配信もできるようにインターネットも撮ってますので、まあ、ここでですね、何かいずれまた、まあ、雑談ライブだったりとか配信というのをしたいなと思ってるので、まあ、その時ですね、もしそういうアウター特集とか企画できれば、まあ、ワイパインもしかしたらあるかもしれません。はい、県外からワイパーに行くときに博多でこれを食べて帰ってというグルメやおすすめのお店を教えてください。これはね、本当びっくりするぐらい県外の人が多いです。あ、言われてましたね、最近お店、はい、あの例えば今接客してて、はい、県外から来てくれたんですかとか言って、まあ、中村声大きいから普通にお店中に来てくれたんで、はい、っていう話した後に次の人にも話したら実は自分も県外。あ、なるほど、すごいんですって、だから今日とかも片道2時間、往復4時間かけてきましたという人が2組様いらっしゃって、それ以外の人も県外です、旅行の最後ですって言って、むしろ県内市内の人より県外の人が多いんじゃないかな。あ、逆にすごいですよ、びっくりします。まあ、なんだろう、今の時期やっぱり結構遠出しやすい感じなのかな、結構平日とかでもじゃあ多いんですよね。旅行できましたとか、ワイパーに来るために福岡に来ましたとか、もう嬉しい言葉をたくさんいただいてますからね。ありがたいですね。確かに、だからこの今言われたここに行った方がいいよっていうのは、まずはですね、まずはやっぱワイパーに買い物来たならやはりピカマツでしょう。麺、はい、ここはまあ、ちゃんぽん、皿うどん、担々麺とあるんです、まあ、中でも個人的にはやっぱ皿うどんと担々麺を食べてほしいなと、でちゃんぽんって書いてあるから看板に、はい、ちゃんぽんが一番かって思う、まあ、ちゃんぽんも美味しいんですよ、ただやっぱりどうせなら博多の皿うどんとあの担々麺を食べてほしい。なるほど、セットにしてほしいんです、はい、ワイパーと買い物。この辺他に、まあ、ワイパーの近所で考えたら他に何があるかな。田中だ、ああ、じゃあ、だめだ、田中田じゃない、田中田超高級の中田中、中田中、はい、定食屋さん、ね、定食は美味しいです、はい、僕そのピカマツの近くにあるカレーなどっていうスパイスのカレー屋さんあるんですけど、あ、まあ、そういうちょっとあのスパイスカレーのお店も結構近くに、あそこはおっぱいカレーのところですよね。そうです、そうです、有名というか、はい、福岡ってあの全国的に見てもカレーが盛んで、カレー屋さんも多いですし、です、ね、うん、だからカレーファンの方はうちのもうちょっと先に行ったら、ちょっと足伸ばせばあのガラムとかダメヤとかそういうちょっと有名な、ガラムとそのおっぱいカレーとめちゃくちゃ人気、はい、すごいですよ、はい、めちゃくちゃ並んでますからね、しかもその大利口のそっち、うん、だからカレー好きの人は福岡に来たら絶対寄ってほしいの、まあ、事前に多分調べていかないと多分並ばないといけないからですね、はい、あれですか、やっぱ食べてほしいのは麺類か、うん、カレーか、あとはうどんもやっぱりありますけどね、はい、これ意外とだけど県外の人ってウエスト行くだけでも喜んでもらえるんですね。ああ、確かに、あのネイジャパンも行ってましたよね、はい、ウエストないからですね、はい、うん、まあ、普通に安いし気軽に、まあ、あの福岡のうどんが食べれるっていうの、その、はい、柔らかい麺のうどんっていう形です、うん、あれだけでわーってなるんですけど、うん、ただこれそうだ、これも今週来たお客さんとのお話で、中村もまだ行ったことないけど、はい、そのお客さんは札幌の方で、はい、もうめちゃくちゃこう綺麗な感じのおしゃれな人で、うん、仕事で札幌、はい、東京行ったり来たりして福岡にもよく来るらしい、はい、多分自分より年上で、うん、それこそ田中田があるじゃないですか、はい、よく行くらしくて、その時点で大人あの、まあ、簡単に言うと超高級居酒屋、大人の定食屋さんというのうちからすぐ近くにある人がいて、福岡によく来るから、じゃあ多分私より美味しいお店を知ってると思うから教えてくださいよと言ったんです、うん、そしたらその方は福岡に一番来て美味しいと思うし、もうめちゃくちゃリピートするのは天ぷらうどん。天ぷらうどん、ん、お店の名前ですか。お店の名前が天ぷらうどん。へえ、初めて聞いた。これね、はい、あの福岡あのドームの近くにある
お店なんですよ、あの通り沿いに。今住所で言うと今川、今川、あ今川、はい、で多分外観見たら、あ見たことあるっていう、俺調べたら、あここ見たことあると。あそうなんですね。けどそこめちゃくちゃやっぱり美味しいらしくて、へ行ってみようと思って、はい、うどん好きの方ぜひ行ってみてください。あ気になるそれやろ、はい、すごいよ。あの年齢層のあの人たちが行ってハマるってことはよっぽどだな。他なんか B 級とかないんですか、そのB 級グルメ的な。 B 級って言っておすすめしづらいだろうってお店で。あわけで焼き鳥は美味しいところもありますね。焼き鳥もぜひ食べてほしいな、はい、僕結構昔学生の時から好きだったのが、あの太っ腹とかの居酒屋に行って、はい、ラース方面をよく食べてましたね。わ、はいはい、かりますよ、それも名物でしたもんね、うん。ちょっと長くなっちゃうんでこの辺で、はいはいはいそうね、こういうご飯のお話でやっぱね、はいはい、あこちら、ですね、 N1 をそちらで購入したのですがブランドとかはあるのでしょうか。着丈が一番短いモデルでしたということなんですが、はい、こちらはですね、まあ、N1 デッキジャケットということで、いわゆるその軍物の、ジャケット、米海軍が着るジャケットの総称なので、あのうちの方でもですね様々なブランドから、販売をしております。なんでちょっとですね、そのどのモデルを買ったのかがちょっとわからないんですけど、あの N1 自体はですねいろんなブランドから出てますので、ぜひあの購入したアイテムのですねブランドだったり、まあ、もしかしたらワイパーのオリジナルかもしれないんですけど、そちらを見てもらったら分かると思います、ね、これただ着丈が一番短いモデルでしたっていうのを記載してもらってるから、うん、逆にどれなんだろう、パッと出てこない。着丈が一番短いのはこれだなみたいなうちで言うとっていうのは、まあ、結構ブランドによってサイズ感とかもまちまちなんで、まあ、もしかしたら一番短いやつ、まあ、どのブランドになるかちょっと分かんないですけど、うん、あのご購入した内容のものを一度あの確認してみるのをお勧めします、うん、はい、はい、あとこれちょっともうお詫びも込めてこれあのちょっとお伝えしないといけないなと思ったお便りが一個あって、はい、中村さんインスタ承認してほしいです、はい、これは多分おそらく中村個人アカウントを以前持ってまして、はい、もうそのだいぶ前にというか数年前にあの非公開にしてるんです。はい、けどおそらくこの YouTube が始まった最初の方にあれをつけてたのかな、はい、タグ付けしてたかもですね。それからこうぼちぼちこのリクエストをいただいてる人もいるんですけど、はい、もう完全にこのアカウント自体休眠になってしまってて、はい、何の更新もしてないので、うん、あの全ての皆様を承認してないんですよ。だから投稿ももう数年前から一切してないし、はい、あのまあ、プライベートメインでやってたので、はい、ちょっと最初からこうそうしとけばよかったんですけど、だからその選んでしてないわけじゃないですよ、偉そうに、はい、一切その自分の発信はもう今のワイパーのアカウントでしかしてないので、はい、だからです。で YouTube だったりインスタやってないんですかとか言われますけど、やってないです。中村三日坊主なんで自分でやり始めるとやっぱ多分続きはしないからです、ね、そこはもうワイパーインクのアカウントで、うん、あの全力でいきますんでご了承ください。まあ、でもコミュニケーションを取るっていう意味で持つだけ持っておくのはいいんじゃないですかっていうのが、ね、僕は逆にあのボイシーを機に一緒に始めたので、あまあそのアカウントがね、うん、まあ、YouTube でいう俺が返信をしてるアカウントみたいな感じで、まあ、そう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 、まあ、投稿しなくてもみんなの動向を見るとかには使えるじゃないかなと、うん、まあ、そういうのでよければですね、新たに1個作ってそこで、うん、まあそうそうですね、ちょっと検討します、うん、そこでもう密にやり取りしましょうか、はい、まあ、そのノリでじゃあ個人 YouTube チャンネルもぜひ、はい、いや個人 YouTube は無理だけど最近知ってますか、はい、あのまだ1回しかこれを、いやもうこれをラジオが公開される頃には3本ぐらい行ってるかもしれないですけど、はい、最近インスタグラム TV で中村コーデ解説を始めてるんですよ、うん、もう3本撮ってますもんこの時点 で、まあ、もちろん継続的にやるのでそこはそれもそこで逆に違う何かをしようかな。あ、なるほど。インスタ TV はもう俺のものみたいな特性しようかな。でもちょっとそこでのコミュニケーションはすぐ取れる。でもどうなんですかね、今インスタ TV って結構コンテンツとして弱い気がします。まあ、ね、まあ、弱い、確かに弱いけど リールとかを使うとか一番こう手っ取り早いんですよ中村からすると、うん、あちょっと 1分以内にまとめてちょっとおじさん TikTok 目指しましょう。いやー TikTok はきついぞあれは、はい、けどすごいらしいね今。いやすごいですね、インスタ離れで TikTok に若い子は行ってるという、はい、まあ、情報ニュースは聞きます、耳にしますけどね、はい、僕もちょっと TikTok に関しては編集がなんか全くパッとアイデアが思いつかないんですよね、うん、難しい。けどなんかあれってこう踊ったりするのがメインかなと思ったらそうじゃないのも全然あるんだよ、ね、はい、全然多分特にルールはないからこそみんなアイデアですごいこう、まあ、なんか跳ねると結構それを真似する人とかすごい増えてくると思うんですけど、まあ、そういった感じでどんどん新しい潮流ができてるみたいな、
まあ、すごいですよね。この新しい若い子たちのアイデアっていうのがすごいなっていうのをすごい感心します。いやけどそうですよ、やっぱ世代ですよね、うん、やっぱ Facebook がもう主流だったあの頃も懐かしいでしょ、はい、だって確かに。それからインスタになって、うん、次は YouTube ってなって、うん、次は TikTok ですよ、はい、すごいですね。では続いて、はい、はい、これあのちょっとこれはですね、あの僕の方からアドバイスするのは難しいんですけど、よかったら中村さん答えてください、はい、サービスシューズってどんなのがおすすめですか、イギリス、ドイツ、 US ネイビー教えてください。あ、まあそれを聞かれるとやっぱり自分はイギリスを履いてるからがぜんイギリスをしたいです、うん、まあただドイツも今結構在庫があって、はい、あのサイズ選べるのでおすすめしたいですね、うん、ドイツは特に柔らかいんですか、はい、あです、ね、画像でもちょっと伝わってるかもしれないんですけど、うん、レザーのカチッとしたシューズっていうよりは、はい、もうちょっとカジュアルな感じに履けるので、はい、カジュアルに決めたい、少し小綺麗にっていうならドイツがおすすめで、カチッともうベタに決めたいならイギリス、うん、ただ US ネイビーに関してはだってうち今ないでしょ。そう、在庫はないんですけど、確かスタッフが私物で履いてたやつは見たんですけど、うん、まあ、結構きちんと手入れしてオイルとかもやってたんで、すごいあのツヤっとしてて綺麗に履けてたんで、まあ、これもですね、もし物があればすごいおすすめだと思います。まあ最初の椅子とか US ネイビーが、まあ、本当はみんなの希望なんでしょうけどね、うん、まあ、ザ・サービスシューズっていう感じですね。まあ、ただ市場ではどん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 なくなっていってるから、なかなか手に入りづらいかなと。はい、まあ、まあどれも悪くないと思います、うん、あ、これ、ですね、あのまたまた、メールアドレスの方に、お便りいただきました、はい、こちらはですねラジオネームから読ませていただきます、はいはい、ラジオネームヤギオさんからのお便りです、はい、インスタに書き込みきれなかったのでメールで失礼します。インスタで見る中村さんのタイドアップ姿めちゃくちゃかっこいいので真似したいのですが、ど素人なので不安です。最初の一着としてのおすすめや避けた方が良いことなどあればお伺いしたいです。お願いします。ありがとうございます、はい、褒めていただいて、ただこれ中村のこと褒めてもらってますけど、はい、中村もど素人なんですよ本当にこのなんだろうな、タイドアップし始めたのって、うん、ここ1ヶ月ぐらいのことです。10月からしか始めてませんので、はい、まだ全然自分も初心者なんですよ。だからネクタイ、そこで使ってるネクタイって今のところ2本しか使ってないですし、はい、そのコーディネートパターンも3つか4つぐらいしかないんで、うん、ただ最初の1着としておすすめっていうのはなんだろうな、おそらくそのシャツを締めた時に上から着る、まあ、大体フィールドジャケットが多いと思うんですけど、何を羽織りましょうという感じだと思います。中村は今まで合わせているので言うと 47DD、うん、ブラック357、うん、オランダスリーピングジャケットになります、うん、で、うん、この方のその他のラインナップ次第ですけど、オランダのスリーピングジャケットの黒染めはめちゃくちゃ金額も安いですし、形がこうジャケットになってるんで、うん、最初の1枚としてはめちゃくちゃいいかも、はい、っていうのもそのかしこまったジャケットとかカチッとしたものをやっぱ着ようと思っちゃうと、はい、もうそれなりのそれ以外のものもものすごくグレードアップっていうか一新しないといけないという気持ちになると思うんですけど、はい、まずはオランダの黒染めのシャツでいつも通りの格好にシャツとネクタイにしてみるだけでも多分変わってくるんじゃないですかね、うんうん、なるほど。だから最初の1着はそれがいいと思います、はい、うん、あとは、まあ、シャツの素材感とかも大事かなと思います、うん、あんまりこうワイシャツみたいなこのきめ細かい目の詰まったものっていうよりかは結構ざっくりとしたラフな素材感が質感がいいものをチョイスすると、うん、まあ、ミリタリーにマッチしやすいのかな。分かりやすく言うとオックスフォードボタンダウンか、うん、もしくはデニム系のシャツが、うんうん、いいですね。ボタンダウンがいいですよ。だから、はい、うん、まあ、よりカジュアルな雰囲気が出せるかなと、はい、意外とね、はい、まあ中村が言うから間違いないです。だってまだ1ヶ月ちょいしかやってないから、意外といつも通りの格好のシャツとトップあのインナーを変えるだけで別に様になるっていうか形にはなると思います、うん、お、いいこと聞きましたね。意識しない方がいい、はい、なるほど。じゃあそんな感じかなと、はい、はい、もしあの皆さんもですね、あのしっかりあの聞きたいこととかがあればぜひメールの方でお便りお待ちしてます。本当ですね、これメールの方だったらだってラジオネームも聞けるしね、うん、はい、言えるしね、なんか面白いな。こういった感じですかね今回は、はい、はいはい、ということで、皆さんからの視聴者お便りご紹介のコーナーでした。ありがとうございます、はい、また次回お楽しみに、はい、はい、ということでじゃあ簡単にフリートークをしていきたいと思います、はいはい、12月ですよ。そうです、
でちなみに、これおそらく日曜日配信してると思うんですけど、この時多分我々出勤してますもんね。そうですね、はい、あの目玉セールの皆様にお届けして準備してる、はい、もう初日2日目を迎えているので、はい、まあフリースの件もありますから、もう配送等がもう遅れの出ないように万全の体制で、はい、迎えて、はい、皆様の手を進めていきたいなということで、そうなんですよ、お仕事してますね、はいはい、まあ、そのフリースの出荷の件でだいぶちょっとご迷惑をおかけしてしまった方とかもたくさんいらっしゃいましたので、はい、まあ、今回なるべくそういった出荷の遅延がなるべく出ないように、はい、まあ、万全を期して、まあ、ちょっと休み返上で、はいはい、あの出荷の準備だったりを、今現在しております。まあ、けどうちは毎年この12月の第1週第2週はもう1年間で最もそう書き入れ時というか、はい、忙しい時期なので、はい、まあ、覚悟というか体のリズムは慣れてるんですけど、うん、今年は特にそうやって YouTube でお届けしたっていうのもあったので、はい、うん、でフリースの件もあったからもう二の舞は絶対に起こしてはいけないということで、はい、反省して、そうですね、改善しております、はいはい、でさらに、ですね、おそらく来週のどこかで、2週連続企画ということで第2弾の告知も、していきたいと思いますので、はい、目まぐるしいですね、はい、そうなんですよ、はい、まあ、でもそうこうしている間にもう12月も前半が終わり、もういよいよクリスマスが終われば年末ということで、あっという間ですよ、はい、今年の年末の予定とかはどうですか。いや今のところはもう実家に帰るぐらいしか予定はしてませんね、うん、なるほど、うん、まあ、実際自分もそうなんですけどね、うん、はい、懐かしいね、うん、まあ、けどそうですね、そういう話をするとやっぱこの YouTube が始まったのが12月だし、はい、ワイパーラジオが始まったのも12月じゃないか、あれはちょうど年明けぐらいの時だね、いやいや、あのだって最初に、あ、そうでしたっけ、年明けか、だって紅白とか、そう、紅白を年どう過ごしましたかっていう話をして、紅白を見るって話じゃなかったでしたっけ、見たの話でしたっけ、の話だったっけ、はい、まあ、でも、まあ、今ぐらいの時期ですね、そう 冬、はい、冬だったのが間違いない、だってもう凍えるぐらい寒い声で話して猫がオーディエンス、はい、あ、野外収録で、あれがワイパーラジオの記念すべき第1回ですからね、はい、いや懐かしいな、うん、まあ、あの時に比べたらだいぶ喋れるようになったんじゃないですか。いや、あの時は違う意味喋れてるから、もう口がこう寒すぎて、こわばってきて、だってあの時も1時間ぐらい喋ってた、はい、そうですね。まあ、けど、あの時はほら、お休みの日で、外でもうお酒、ね、プシュッと開けて、乾杯で始まったからね、はい、ちょっと久しぶりにしたいね、あ、お休みの日とかであれば別に問題ないでしょうから。ね、はい、ああ、そうかそうか、そうですね。そういう。あの、まあ、前回 の、 そのセールの動画でもあのご紹介してたんですけど、確かその N3B が今回大特価なんですけど、はい、その N3B を初めて紹介したのがうちのワイパーの YouTube 第1回目の動画だったんですよ。そうなんです。そう、あれがもう、 あのもう2年とちょっと2年と1ヶ月ぐらい前なんですけど、まあ、あの時のぎこちなさっていうのがちょっとそれを久しぶりに見たらこうぎこいなと思って、いやだってあんなのだってもうびっしり台本をちゃんと用意して、はい、それにこう沿ってやるっていう感じだったからね。いやもう硬いし、なんかこうカチッとしすぎてるというか、いやいや、それあの時だって、はい、あのディレクションも自分だろうかって、いやいや、そうだって何回も NG 出してやり直したの、そうそうそう、だってそれも鈴木の指示だもんね、はい、いやだからもうだいぶ角が取れてきたんじゃないかなと。はい、そうなんで、まあ、ちょっと久しぶりに昔のやつとか見るとなんかこうゾゾってするんですよ。そう、あの時だから鈴木が一切映りたくないしって言ってたから、はい、もう全部自分でやろうみたいにやるっていうことになってたけど、そういうことをもう 2,3 回目で言ったじゃん、だからもう無理だって、無理やなって、だけどそしたら分かった、鈴木映らんでいいからこうカメラ越しに声を入れればって言って、はい、どんどんそこからね、うん、広がって今となっては、そうなんですよ。なんで、まあ、それまで結構自分で企画出してやらせてたっていう感じだったんですけど、はい、そこから徐々に自分も出るようになり、まあ、LL さんだったり、まあ、横木さん、はい、リーナさんとか出て、最近はあのカメラマンの方でも一人、あ、これが公開されてる時には 5Days はもう出てますね。出てます、はい、じゃあ今回の 5Days ちょっとどうでした、面白かったんじゃないですか、はい、そうなんで、あのまた新しくそのカメラマン&編集マンっていうのがちょっと出てきたんでですね、まあ、いつもとちょっと編集の雰囲気違うなって思った方は鋭い感じなんですけど、はいはい、あの実はちょっと僕以外にも、編集してる方がちょっと増えてきたんで、また別のアプローチができるんじゃないかなと思ってます。そうなんですよ、進化していってますね、こうやって見るとですね、まあ、うん、
逆に言ったらすごいその一人であの編集出演とかやってる YouTuber さんって本当すごいなって思いますよ、ね、いやすごいですよね。スタッフいないと絶対無理だろうなって思いますよ、うん、感心します YouTuber の皆様、うん、いや本当、まあ、だから結構そのよそとかのファッション系の YouTuber さんとかでもすごいこう仕事とか専業でやられてる方とかもいらっしゃいますけど、こうなんていうか常にやっぱりこう2日3日に1遍ぐらいどんどん動画っていうのを投稿してるから、まあ、ちょっとそれを見習いたいなと思ってるんですけど、最近だけどワイパーも多くなかったなんか第三者の目線で見てもなんか最近ワイパーよくわかるなと思って見てそうなんです。なんであの一応目標としては月水金ちょっと土日は、まあ、ちょっとお休みすること多いんですけど、まあ、今回みたいにラジオとかあの週末とかになんか別の告知があったりとかする場合はラジオを週末にするっていう場合もあるんですけど、なるべく週3回投稿っていうのを目標に頑張ってます。さあもう今年を振り返る、そしてもう来年の目標を立て始める時期ですね。そうですね、ちょっと年末なんでそのまた1年振り返りの企画とかもちょっとやっていきたいと思ってますので、はい、まあ、年末、まあ、皆さん、はい、まあ、けど最近は本当になんだろうな、まあ、店舗でいろんなお客さんとお話してるのと、あの YouTube にコメントいただく皆さんと の, そのコミュニケーションというか、はい、やり取りさせてもらって痛感しますけど、やっぱ40、50になっても純粋なおじちゃんは可愛いなと思います偉そうなこと言ってますけど、なんかこう接客しててすごいなって思って、はい、純粋なんですよ、はい、本当に、まあ、好きなことに夢中になってる、はい、なんだろうな、その高校生が初めてお店に来てこうちょっとこうテンション上がっちゃってるみたいな感じ の,、はい、その延長戦 の, あの初先輩方とさせていただいたりすることもあるから、うん、すごいな。あ、まあ、でもよくあるじゃないですか、やっぱこう仕事で絡む人とプライベートで絡む人とか、はい、まあ、多分同じ人でもそこで見る顔と多分仕事の時のこの厳しさの顔とかって全然やっぱ違うと思うから、はい、うん、そうですね、こう皆さんだからそのオフィシャルを頑張りつつ、はい、好きなことにこうミリタリーに触れる時にはもう童心に帰るみたいな、いや素晴らしいなと、はい、見ててめちゃくちゃ嬉しいですもん。だってさっき言ったように往復4時間かけていらっしゃったお客さんとかは2時間とかお店にいて、はい、じっくり見て、いろんなこと、いろんなものを試着してもらって結果、はい、まあ、お気に入りを何個か買ってもらうんですけど、うん、すごいなと思って感心してます、うん、本当に、はい、愛がすごい、ミリタリー愛がすごいなって、うん、まあ、インスタでもちょっと同じような内容投稿しましたけど、40、今42でしょ、自分が50代60代になってもそういうおじさんでありたいなと思って、逆に皆さんを尊敬し始めてますリスペクトどころか、うん、そうなりたい目標ですもん、はい、うん、いや素晴らしいです。やっぱ童心に帰るというか夢中になってる皆様のキラキラした目を見るとですね、うん、こっちまで若返るから、うん、最近そのほぼほぼ中村店に立ってるから逆に若返ってる気がしますもん、はい、あ、まあ、気持ちとしてはなんか、まあ、でも本当にいろんな人と話ができるだけでやっぱすごいこう気持ちもなんていうか高まるし、そうです、うん、あの定期的に出張とかいろんな県外に行ったりすることが多かったけど、コロナ禍になって全くそういったことができなくなったけど、うん、最近なんだろうな、お店に行っていろんな県外の人とお話できてるからすごい幸せですよ、うん、いいですね、うん、そうです。まあ、やっぱりこの、まあ、ネットがメインとはいえやっぱりそういうフィジカルな人とのつながりっていうのも大事だなと、はい、そう、まあ、そういうことを大事にして YouTube もやってますね、うん、ですね。まあ、なんか本当にこうやってネットを介して皆さんとこうやってあのコミュニケーションを取ってるわけですけど、やっぱそういった方がですねお店にわざわざ来られるとやっぱりこう感慨深いものがあるなと思いますので、はい、だから本当に福岡来られる機会があればですね、ぜひお店の方まで足を運んでいただければと思います。はい、はい、そういったところですかね。ですね、はい、では、もう1ヶ月切りましたけど、今年も皆さん、怪我など風邪などひかれませんようにくれぐれも体調に気をつけて過ごしていただければと思います。はい、はい、中村さんは風邪ひかないんで大丈夫ですね。バカかって言ってバカは風邪ひかないって言いますから、はい、その通り中村も健康です、はい、心配ないです、はい、皆様お気をつけくださいね。はい、はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら、さよなら、来週頑張ってね皆さん。See you next time.